そうだよ、とりあえず、ここがね、全部埋まる。おー、全部埋まるぞー。石コレクションがめっちゃ増えてきたら、パイライトで真ん中埋めたいな。どうせ黄金出ないから。いや、そんなこと言わん方がいいか。もしかしたら出るかもしれないからね。真ん中を黄金で決めるって超活かすしな。よし、まあ、うん。でも出ねえだろうな。まあ出ねえと思うけど、黄金出ないで行きましょう。だって強いんだもん。もうこんなに開けても出ない。当たりはならなんと、本物の木に変えていくよさ。もう出んのかな、これがちで。砂の中から木にまつわるパワーレストが出てくるよということで。まあ一番はやっぱ黄金欲しいよ、ゴールド。パケに入ってる。これガサって言ったらパケだからもう勝ち。ちょっとでもガサって言ったら。でもね、出ないにしてもパイライト出たらもう俺勝ちだからさ。これ大好きなんだ、このパイライト。もしかしたら黄金よくつきかもしんない。光輝き声がすごい綺麗。あと一人まだ出してないから一人も見たいね。金の針を見てみたい。早く。よし、じゃあそれでは、行きましょうか。はぁ、頼むぞ。あー、できれば黄金出したい。黄金、でも多分無理だと思う、まだ。まだね、頃合いじゃないわ。まだね、ちょっと早い。まだまだ時間かかると思うから、この拡大できるさ、こうケースついてんのいいよね、このシリーズね。ダイヤモンドの方もこれつけてほしいなぁ。よし、行くぞ。黄金、頼むぞ、出てきれよ。でもマジでさ、金出たらどうする真ん中ということで、しょうがない。お前頑張ったし、金を授けてやろう。パッケージに入ってるってことだから、ちょっとでもガサっていったら、石はね、ずるっとなんかあの、石の感触なんだよ。当たり前だけど。ただパッケージの時はガサって言うから、あの秘宝の、ダイヤモンドの秘宝の時さ、なんかフィルムに入ってたじゃん。多分あんな感じだと思うんだよな。ガサって言うね、こんな感じ。こんな感じ。だからそうなったら、もう、あれってな。しかもこのシリーズはもうガサってると金しかないからね。あっちのダイヤモンドの方は、あの、秘宝の可能性もあるんだけど、ゴールディング。行くぜ、頼むぜ！えい、よし。出すぞ。精神統一。黄金の呼吸を。黄金の呼吸を行きます。それでは、黄金を目指して。いや、この掘るのが楽しいよね。ドゥルルトゥー、パワー、ドゥルル。ドゥルルトゥー、ドゥルドゥー、悪霊、ドゥルルトゥー、パワー、悪霊、パワー、悪霊、ペクトレス、メイジャー、ドゥ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 。おー、これ、もうここまで終わっちゃった。多分この辺にいるぞ。この辺に。いやー、最後の真ん中だからなー。ちょっといいの出したいわ、パイライトか。一応しょうもないのはね、一応しょうもないって言ったらあれなんだけど。まあ、ゴールドソードとか、もういいよな。ゴールドソードとか、タイガーアイアンもいいわ。ちょっと、待ってくれよって感じ。ちょっともういいぞっていうね。いやー、まあ、外れではないけどね。外れではない。頼むぞ！ドゥドゥルトゥー、トーツカードゥドゥル、ドゥドゥルトゥー、ドゥルドゥー、トーツカードゥドゥルトゥー。いや、緊張感ちょっと高まってきてる。ドゥルトゥー、ドゥルルルルルル。おつけ、あ、やべえ、吐くそう、ちょっと待って。いや、なんかちょっと柔らかい感じしてきたの。ガサってなんかなったの、本当に。え、で、パッて見たら。え、待って、当たりって感じになった、今。ちょっともう次やめろって、どれ、どれください、どれおつけ。呼吸を落ち着くんだ。呼吸を止めようぜ。大丈夫だ、いけ、大丈夫だ。当たりって書いてない？ほら。あばかうわすげえマジで待って、つけ。真ん中に、絶対出ないと思ったのに。ちょっと怖すぎる。鳥肌、ちょっと待って。鳥肌やばい。え、ちょっと待って、マジで。ちょっと待って、マジで。やべ、なんで、俺、ちょっと泣くな。泣くのも早い。ちょっとちゃんと見ないと。ちょっと、パワー！
そっと置いて、やったー、うそー、かーん、ちょっと待って、落ち着け、落ち着け、取り戻す、やめろ。もっとクールに決めて、かっこいいとこ見せようと思ったら、取り出すでしょ、ただ取りになっていきなり出んだもん。いつか大事がダイヤ出たらクールに決めてね、かっこよく決めようと思ったら、取り出してしまった。うそー、見て !You are lucky だって。この中に入ってるの、嘘でしょ、嘘でしょ、出た、みんな出たぞ、ついに。ちょっと待って、うわ、これやばいわ、マジで嬉しい。ちょっと、いや、頭痛くなってきた、嬉しすぎて。ちょっと待って、嬉しすぎて頭痛い、うほほ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 ほ、宝物見つけた時の感動と興奮がもうね、ほんま、行くぜみんな、行くぜみんな。あと石器時代にも用いられていたと言われる古代七金属の一つ、名誉や富をもたらすとして昔から人々を虜にしてきたゴールディング出てこいや、パピポーピー、ちっちゃい。でもさ、本物の金だからね。地球が生み出した自然の、何て書いてる、ちょっと待って、自然の、美、自然の美だ、自然の美、それは世界に一つだけの君の宝物、てんてんてんて、まあ、ありがとうございます。ついに出た、ついに出た。俺正直これ入ってないと思ってたの、金とかでふざけどうせ入ってねえんだろうって、ダイヤモンドもこんだけ持って出ねえんだから、もう入ってねえんだろうと思って、一応ね、でもなくなるまでは頑張ってやろうと思って頑張ってたら本当に出た。ちょっともっとアップできる、あ、ちょっと待って、 iPhone の方がアップできるから、ちょ、 iPhone で見よう。くやったやった、長い戦いだった、やったぜ。うわぁ、ちっちゃい、ちっちゃい。これが金でも、本物の金って書いてるもんね、これが金なんだ。いや、すごいね。いや、俺もこれ、いやー、嬉しい。これ、俺も、トレジャーハンターの長めにできるね。ゴールドハンター。ユーザーファルト、ゴールドハンター。やったー、大狂気でかいだぞ、これ。地球が見えた自然の美だもんね。うわー、いや、まあ、思ったよりちっちゃかったけど、本物の金ゲットできて嬉しいわ。すき、うわー、でもちっちゃくても金は金だからね。宝物だよ、これは。もう永遠の宝も自分で掘り出した金だし、しかも。やった、みんなが、また泣きそうになってきた。嬉しい。やったぞ、みんな。ちょ、これケースにしようって真ん中に封印しようか。早速。ああ、ありがとう。もうすべてに感謝だ。すべてに感謝。ありがとう。あ、手が震えるわ。手が震えるわ。この中に入れて。ありがとう。黄金、ドゥルッドゥルル。しかも真ん中の時に来るってやばくない？真ん中、ちょうど真ん中だよ。ここ。うわ、ありがとうございます。ということで、ゼルって金ゲットゴール、やったー、ありがとうございます。うまった、ちょうどフィニッシュ。まあ、あのプレゼントして何個か抜いたけど、でもちょうどフィニッシュということで、やったー、ありがとうございます。うまったよ。うわ、マジで嬉しくない、これ。やりきった感あるわ、すげー、達成感ある。ありがとう、みんな、ありがとう。今まで応援してくれて、ありがとう、みんな、ついてきてくれた、みんな。ありがとうね。途中で離脱しちゃってね、もう来なくなった人もいれば、ずっと今まで応援してくれた人もいて、みんなにありがとう、ほんと。うん、早く出せなかった俺は不甲斐ないから悪いんだけど、ほんと、ここまでついてきてくれて、ありがとう。次回からは、でもまだ多分売ってるから、ちょ、もう一回出ろうかな。黄金と、ちょ、パイライト補充したいから、新しいケースに、黄金また狙えと。で、パイライトを狙ってやっていこう。まだちょっと売ってるけど、一応これ楽しいからね。ちょっとまだ続けたい。黄金もちょっとちっちゃいしな。もっとね、たくさん欲しいから、まだ続けるわ。ありがとう、とりあえずみんな。黄金出た。そっといて。あとはダイヤだな。あとはダイヤモンドだ。あとはダイヤモンド出せば、とりあえず勝ちということで。うわ、いけそうな気がするな。本当に入ってたね。これ、
やったー、スペシャルパッケージ入り。すべてゲットする。あ、すべてゲットすればか。まだ、でも、あと、待って、黄金よか出ない。一人やばくね。まだ一人ゲットしてないんだよね。コンプしてないんだよね。やばいわ、一人出さなきゃ。一人と黄金で、最後一人出して、黄金でね、あの、ラスボス、裏ボスかなと思ったんだけど、石器時代、あ、さっきと書いてること同じだね。あー、古代七金属、七金属の一つっていうのがかっこいいよね。うわー、生かすわー、よかったー。あとは、一人で、最後に残った。お前が裏ボスだったが。それではまた次回、次の。いや、マジでうち、どうしよう。やべえ、どうしよう。叫びたいんだけど、マジで。やべえ、走ってこようかな、マジ。すげえ嬉しいわ。マジか、出たわ。うわぁ。いや、ちょっとマジ、信じらんない。でも、うわぁ、信じらんない。どうしよう、頭ぼーっとしてきたわ。でもまだコンプじゃないからね。シトリンがあるから、次回からシトリンとパイライトとまた黄金狙って頑張りましょう。いや、ちょっと落ち着いてくるわ。みんなありがとう、ほんと。ここまで付き合ってくれて。みんなのおかげで頑張れたわ。マジでた。いや、信じらんないね。いきなり来るもんなんだな、こういうのって。幸運っていきなり来るんだわ。